なぎちゃんがお腹壊しちゃうじゃんねに対する一般先生たちの反応集。はい、エスプレッソでミタスは小さいからダブルで入れといたよ。温かい飲み物好きなんでしょ。なぎちゃんがお腹壊しちゃうじゃんね。ずずず、ほんと使えない。エスプレッソをバカにしやがって。だし汁、コーヒーはゲヘナの飲み物。死刑。ゲヘナさんの茶葉あっただろ。コーヒー豆どこで栽培してるの問題。眠れなくなっちゃう。紅茶以外飲めませんみたいな面してるけど、昆布茶どころか落ち葉の煮汁でも飲める女だぞ。というか、当の本人がたまにはコーヒーもいいですねって発言してるからな。なぎさ様はそんなこと言わない。なぎちゃんがお茶会に出されても、ギリギリ怒らなそうな飲み物か。昆布茶とかイエモンがダメなんじゃなくて、下船な大衆飲料が無理なんじゃ。レゲエパンチ。イエモン。バカにしやがって。ファンタグレープ。青汁。信頼度が高ければ、何でも飲む。飲めないのはゲヘナの腐った紅茶だけじゃんね。正直、高級ならいいんじゃねえかな。勢力同士で嗜好品違うとか、これ銀エデン。紅茶大好きなのはイギリスネタだろう。さすがに、大量のペットボトル紅茶飲まされ続けるのはきつかったようだ。お味噌汁だって飲めるし。緑茶は紅茶の一種だし、イエモンをバカにしなさそう。今考えたら、アビドスの第一章からひふみさんに油断法ポンと貸す関係だけど、トリニティじゃひふみ、宇沢のような裏表ない人間は貴重なんだろうな多分。宇沢はともかくひふみは裏表どころか、自覚すらなく破壊と略奪するのはいいんだろうか。午後の紅茶よりは、イエモンの方が喜びそう。なぎちゃんが炭酸無理そうなのは解釈一致だけど、幼い頃のミカとクリームソーダ飲んで談笑してる光景は見たい。美味しいですよね。アイスティー。舌が肥えすぎて、庶民の味にあんまり耐性がない生徒。いや本当に。ガチの箱入りにマックとか食わせると、味が濃すぎて無理ってなるなった。だからこそ、亡命先で夜間麦茶を飲ませたい衝動に駆られる。コーヒー好きな上ちゃんはそういうことじゃんね。イエモンをイエモンとして出されたら受け入れるだろうけど、イエモンをハーブティーとして出されたら、昆布茶を昆布茶と言い張るよりはマシな所用だな。ロングアイランドアイスティーでございます。午後ティーで無理なら、俺がいつも飲んでるイオンの100パック紅茶とか無理なのかな。一口飲んで顔を青くしたり赤くしてからそっとテーブルに置くだろうな。ガブ飲みクリームソーダ出したらさすがに怒るかな。なぎちゃんはエスプレッソ飲めるけど、ゴテゴテにクリーム盛りまくったスタバ系のラテは無理そう。あれ何杯も飲めるのはハスミくらいでは。海外のペットボトル紅茶飲むとマジで驚く。午後の紅茶の数倍は甘くて変な味する。意外と美味しかったよって、ミカにペットボトル紅茶勧められてほしい。ゲヘナの茶でもなぎちゃんはうまければ飲むと思う。産地でより好みするのはあいつだけだ。ゲヘナの茶葉と気づくまでは普通に褒めてたしな。最低でもミカとハスミの二人いるが、メロンクリームソーダならセーフか。パンプキンスープ出しても飲む。中国、台湾では緑茶に砂糖を入れて飲むと聞くけど、抹茶味アイスなどを考えたら、おかしいことではないのかな。紅茶に砂糖を入れて飲むのに、緑茶やウーロン茶みたいな、他のお茶に砂糖を入れて飲むのがおかしいって感性がおかしいだろうな。あっちからしたら、ポルトガルとかモロッコでも、緑茶に砂糖を入れて飲むよ。コーラとか飲めないのかな、なぎさ。まあ出されたら飲むんじゃないかな。特に好き嫌いあるわけでもなかろうに。紅茶家電ならセーフなはず。コーヒーは悪魔の飲み物。死刑。我慢の限界だった。わかりました。炎王茶入れるね。なぎちゃんはコーヒーも飲むし朝食に和食を食べるけど、ペットボトル飲料と縁がないお嬢様だよ。はい、内大は幾分と女内層布製。せいやちゃんの出すお茶難しくてよくわかんないよ。なんて？口がコーヒー臭いなぎさなんて。緑茶は普通に甘いのは浮くない？ウーロン茶や麦茶はわからんが。コーヒーはひなちゃんが飲んでそうだけど、それ以上になるとハレとカベリタスが飲んでそう。下船というか、純粋に課長で味がとんがった飲料を、飲んだことない生活してたから仕方ないのだろう。というか、イギリスは普通にコーヒーも世界有数の消費国だからな。一時期紅茶より飲んでた。ゲヘナさんってだけで排水口に流すのはハスミだよ。はい、マテ茶。実はマテ茶は、イギリスでも定番の茶葉なのだ。バケツ一杯の砂糖水なら、ミカもゲヘナさん捨てるくらいはやるかもしれないけど、やったとやるかもの壁は厚いからな。なぎさって、朝食に白飯と味噌汁と納豆を食って投稿してなかったっけ。
そもそも朝食シーンあったかな？渚様がそんなもの食べるか。ひふみは裏表なく、自然体でファウストって子だから。渚がご飯派だったら衝撃すぎる。渚ちゃんは朝には食も食べるよ。たらこご飯。先生がお腹減って死にそうな時に、パン屋かお菓子屋から出てきてこれ食べます。してくれたはず。白米美味しいじゃんね。ひふみから出汁を取る。我慢の限界じゃんね。アリウスの紙幣を持ったじゃんね。かなり強力だから病院行きは免れないじゃんね。本編より軽いな。聖夜を病院送りにするな。本当に使えないな君は。睡眠薬を持ったじゃんね。図書院がコーヒー飲んでるってさ。ちゃんとなぎちゃん持ってる？ミカってそんな信念的にゲヘな嫌いでもないというか、嫌いな理由も薄っぺらいから、拒否反応も大してなさそう。ぶっちゃけ自分の学校の用地を、好き勝手にゲヘな一般生徒が襲撃してきてるから、嫌っても当たり前なんじゃねえかな。全生徒犯罪者な勢いだし。なぎちゃんがお昼におにぎり食べてたら、ちょっとショックかも。両手に持って、小さい口でちまちま食べてるところ想像すると可愛くない？カペロワイヤルとか、おしゃれなコーヒーなら似合うと思う。私が飲みたかったのは、昆布茶じゃなくて昆布茶なんですよ。ほんと使えない。なぎちゃんに家もん差し入れするみか。珍しいものをありがとうございますって飲んで、お腹壊して帰るよなぎちゃんは。先生と同レベルじゃねえか。サムネ欲しいから早く復刻してほしい。3月くらいには来るよね。ゲヘナさんの茶葉が美味しかったら、依存性の高いあれ輸出して、茶葉奴隷にするくらい流行るよトリニティは。ほぼティーをバカにしやがって。安い紅茶飲めないとか、現実でもあるんだろうか。安い紅茶っていうか、おそらくベタベタ人工甘味料を入れた紅茶風ジュースタイプだから、まあ現実にもお腹壊す人はいそう。ペットボトルの紅茶買わないから知らなかった。なぎちゃんはリプトンのティーパックも、一応紅茶として認めてるじゃんね。なぎちゃんもインスタントコーヒー飲むよね。お湯入れるだけのコーヒーを作るんですか？ってびっくりするよ。俺も普通の紅茶は好きだけど、ペットボトル紅茶は甘すぎてボエってなるから、なぎちゃんにすごい共感したよ。というかペットボトル紅茶の甘さがスタンダードみたいな風潮になってて、割と怖いよ俺は。昔の午後の紅茶のミルクティーとか甘すぎて飲めたもんじゃなかった。最近はマシになったけど。俺もなぎちゃんの守護者になりたいよ。三角コーナーから再利用したティーパックのお茶。おじゃる丸にそんな人いた。それは純粋に嫌がらせなんよ。はいアントンマテ茶。炭酸飲料は炭酸の刺激が強いやつだと。みたいなリアクションしそうだな。ミカは普通に飲みそう。シャンパンくらい飲んだことあるんじゃない？と思ったが、キボトスは酒には厳しいからダメか。あはは。渚様はもちろん私の入れた熊笹茶を飲んでくれますよね。どんなお茶か知らないけど、すごいまずそうだということだけわかる。